えー、こんにちは。黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ドレミファソラシドってそもそもなんでどっから来たんかというのと、なんでこう CDFGABC、ハニホヘとイロハ、ハチョウチョウから始まるでしょハニホヘとイロハになるんですけど、なんでハから始まるのっていうお話をですね、えー、していきたいと思いますですね。まずはそのドレミファソラシドの一番元々のそもそも どこから来たかというとですね。まあ、あの、ピタゴラスという人ですね。この人は紀元前500年ぐらいの人なんですけど、えー、この人はまあ、火事屋がこうカン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 ってやると響く音と響かない音があるから、こう音って何だろう。要はどうやら体積の大きいものは、まあ、低い音がして、小さいものは高い。要は体の大きい人は、まあ、低い声が出るし、えー、ちっちゃい女の子は高い音が出るっていう、 ね。これはまあよく皆さんも経験上あると思いますが、そうやって調べていく。そうするとまあ、まあ扱いやすいのは紐でしょ。だからこう弦をね、こうやって張って、比率をこう合わせて、響く音と響かない音っていうのは仕分けしていったわけですよ。そうするとですね、弦の長さがちょうどこう、半分半分になるところの音は、すごくよく混ざるよね。ちょうどまあ、 振動数っていうのがちょっと倍になるんですけど、そうすると、交点がすごく多いものですから、こう振動してることね。だから、まあ当然すごくよくなじむから、これまあ同じをとって考えていいんじゃないのみたいな。ここがすごいとこですよね。で、後で出てくるんですけど、普通名前つけるとずっと無限に名前つけなきゃいけないことなんだけど、ここからここまでは、まあ同じ名前でいいんじゃないっていうふうにしてしまうわけですよ。 そうすることによると、音に関する考え方っていうのはすごく、あのー、今後もすごくこう便利になっていくんですね。で、じゃあこの、まあ、この当時はまだこの CDFJBC っていうふうな、要はスタイルのものではなかったんですけど、まあ、この方が説明しやすいので、まあ、この、例えばこの基準の音を C、まあ、今ね、C とした場合、このね、C の倍の音はこうちょうど C になるわけでしょちょうどベースの 弦ってね、フレットのちょうどこの12フレットっていうところがあるんだけど、ここがちょうど1オクターブになる。ちょうどそれって弦の半分のとこになってるのね。だから、えっ、ー、と、ちょうどオクターブへ倍の振動になるわけですよ。つまりこう、弦のちょうど真ん中を取ると。要は半分にすると、そうするとすごくこう響くから。まあ、この半分のやつは同じ音って考えた。そしたらこの、 C に対して3対2、3分の2の長さの音を取ると、これがまあ、一つ音できたね。G って名付けましょう。だから G の3分の2音を取ると D、これでぐる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 って言って12個音が、12個目の音の後の F の3対2の音を取ると、これって C に戻るんですよ。何倍かの C の、C の最初の基準の音の倍数の音のところにちゃんと落ち着くわけですよ。 これすごい発見で、12個をこう通っていくと、同じところに戻ったねっていう。これがピタゴラスの考えた音階の音響学の考え方なんですね。で、紀前,前500年にもうこういうことはできてたんだけど、じゃあ、こうキーボードで触ってもらうとわかるんですけど、白い鍵盤、黒い鍵盤、適当に弾くとね、すごくメロディーっぽくならないんですね。だから結局、全くこう歌、声楽とはまたこれは、 別の動きこれ1600年ぐらいになるまでは、もうこの考え方っていうのは、すぐしばらくこう、全くこう音楽とは無縁の状態のまま進んでいくんですね。じゃあ、ドレミはどうやってできたかっていうとですね、6世紀頃に考えられてるんですけど、この男の人、要は一番低い音の歌う人の一番最低音を A って名付けた。これすごい理にかなってますよね。で、まあ、 文献によると、一番低い音はガンマにしといて、で、まあ、二番目に出る、一番低い音ではちょっと上の音っていうのを A にしよう。ね。まあ、使いやすい音だから。で、BCDFGH で、O まで。要はここの当時はまだ14音しかなかった。つまり、まあ、今で言うとこ2オクターブしかなかったんですけど、ま、あでも、歌って民謡とかも何でもそうです大体だいたい1オクターブ以内だし、まあ、例えばアイドルの曲なんかもだいたい1オクターブ、 ぐらいしかメロディーで使わないんですね。そんな跳躍する音使わないんで、まあ上手い人になってくるとほんと3オクターブぐらい使う人もいるんですけど、まあ歌だと、まあこう男の人がちょっと低いのを取ったとしても、まあ14があれば十分なスタイルで、これでまあ寄付をするっていうね、その当時はまだ4000だったんですけど、そのこう音をこう配列しといて、で音を覚えておく。だから、まあ今でも現存してるし、だからまあこう、 それでこう積み上げていくことができるようになるわけですね。記載、音を記号化したっていうのがすごい、あの、大発見なわけですよ。で、いつの間にやらこう、ABCDFG、ABCDFAG 小文字のね、で、AABA っていうような表記をしてるところもあったりとかしてあ、こうなってくると、あ、オクターブっていうのはなんかこう、うまくなんか取り入れてるなっていう感じはするんですけど、それでも、やっぱり、この当時、まあ、こう、ロックオン、 ぐらい民族音楽って大体5音なんで例えばガムランとかも5音だし沖縄琉球琉球の音も5音階なんですねそうすると結局5音階しかないと、まあ、曲全部似通っちゃうんだけどでもやっぱ民族音楽って大体5音階なんですよそうするとまあ西洋音楽は大体6音階だったんですけどここでドレミファソラシドっていうのが登場するのが ウィード・ダレッツォっていう人なんですね。これ、のだめ・カンタービレでね、千秋先輩が一回名前を言ってるんですが、でもここにはウィード・モナコって書いてありますね。ウィード・ダレッツォっていうのは、アレッツォ村の、あの、レオナルド・ダ・ヴィンチの話だと思うんですが、ダ・ヴィンチっていうのは名前ではなくて、ダっていうのはフロムなので、ヴィンチ。だから、ヴィンチ村のレオナルドさんなんですね。だから、ダ・ヴィンチっていうのはビン、あの、名前ではないんですね。これも、あの、 アレッツォ村の、のアレッツォっていう地方から来たグイドさんなので、ダはフロ,フロムですねだ。グイダ、グイドダ、レッツォっていうふうな名前で、通称で呼ばれてる名前で、本名はグイド・モナコです。ここに、あの、銅像がされて、ここ、グイド・モナコになってますからね。で、この人が、結局、まあ、要は、あの、お坊さんだったんですけど、まあ、教会のね、司祭さんだったんですけど、 で、歌を教えるときにね、いろんなことを考えるわけです。皆さんがもっともっと歌いやすいようにね。そうすると、その、文字でやるよりも、なんかこう、もうちょっと呼びやすいこう音の名前はないかなと思って。で、ヨハネの参加のこの一つのやつね、ウト・コアレント・ラリックス。まあこれ読めないんですけど、でこれの最初が、ウト・レ・ミ・ファソ・ソー・ラ・サーンとか順、まあここは置いといて、とりあえずこの人が、えー ウと、レ、ミ、ファ、ソ、ラっていうふうに、ま、あ、音名を名付け直す。その時にちょうどね、その、ヨハネ参加の最初の文字が C、D、E、F、G、A になってるのに気づくわけですよ。そしたら、これとこれ関係あるんじゃないかなっていうことで、えー、先ほどの、この C、D、A、ここの C のところを、ド、ウトにしたんですね。で、最初はウトで、この人の生前を、この人ね、生きていらっしゃる時はウトだったんですけど、まあ、あ 発音しにくいから、ウトがど、ど、ドになっていくんですが。で、最後に、えー、この人のお亡くなりになられて100年後ぐらいに死ができたりとかしてですね。で、ドレミファソラシドっていうのが完成していくんですね。なんで、なんで、A から始まらないのっていうのは、A を基準の音にしたんじゃなくて、A を最低音にしたんで、で、こう、グレゴリア聖歌ってそうなんですけど、 A ってほとんど使わないみたいなんですね。低すぎて。だから、結局、C あたりとか D あたり、特にね、えっ、ー、と、境界戦法で、ジャズでもよく使うドリアンっていうんですけど、D から始まって D に戻ると、ちょうどマイナー調に聞こえるし、すごくこう、なんかこう、いい感じの曲がいっぱいできるんで、D で使ってる、D から始まって D に戻る曲っていうのがいっぱいあって、人気は D だったらしいですね。 で、まあ、この辺をやっぱ使うんで、ちょうど使う音のあたりに、この、ダレッツォさんが、あ、C はウトにして、D はデドレミファソラ C っていうの名前を付けたということなんですね。んで、結局この CDFJBC 残ったんで、結局日本に輸入した時に、こう、あ、じゃあこの ABCD のところは、イーロハーにホヘトってつけたら、結局 C が中心になっちゃうんで、だから、ハチョウチョウっていう、 c の中心のとは波長長になるわけなんですね。だから、歯からスタートする。ハにホへとイロハンにな,な習ったことがあると思うんですが。という形だそうなんですね。だから、えー、なんで、このね、 いろいろ調べるとね、僕もいろいろ、A は基準の音って、今、実際に基準の音になってるんですね。後で基準の音にしたんですね。440Hz っていうのが、例えば、時方の音は440だし、ポッポッポッピンってやつね、ピンは880、ちょうどオクターブ上の音になってるわけなんですが、こう、あとね、赤ちゃんの鳴き声が440ぐらいらしいんですね、まあ。ぴったりじゃないんですけど、だいたいその辺らしいんですね。それも後で、その、三夫人関数のキーなんですけど、 あの、母乳を吸うときの口の大きさって大体決まってて、口の大きさが決まると音程で決まるでしょあの要は体積だからね。だから、同じぐらいの音程になっちゃうんだよねっていう。それがだいたいラのあたりになってるっていうことで、なんか後で見てみると、おどうやら、なんか基準っぽいなって感じですが、 なんかその、じゃあなんで基準の音中心に使わないかっていうと、最低音がを A にして、それがたまたま後で基準の音になっていくという形なので、元々の人気は D だったという。そういう形だ、そうでございます。というわけで、ドレミファソラシドがどうやってできたかっていうことと、なんで C で始まるのかっていうところは、こうやって説明をちょっとしてみました。えー、また、えー、この、今度はですね、えー ドレミアソラシドが移動するっていうのがあるんですがそれはこのピタゴラスの平均率とかそういったもののお話をちょっと続けてやっていきたいと思うんですがこの5度圏っていうのが覚えさせられるんですよねでも実際にこれを覚えてないとジャズは演奏できないんでこの5度圏っていうのをこの人が作ったということなんですね作ったというか発明したとか発見したとか、命名,名したとか だから、ピタゴラスっていうのはすごい人なんですね。本当に、えー、まあ、ちょっと堅物で変わった人だったらしいですが、まあ、仕方ないですね。変わった人は世の中多いですから、僕も含め。えー、衣装。というわけで、今日も最後までご視聴ありがとうございます。えー、ためになったな、面白かったなと思う人はいいねを教えていただいて、えー、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。えー、っと、メールマガジンはこういうのを毎日配信してますので、えー、よければ、えー、まあ、 お好きなやつだけ見ていただければいいので、興味があるなっていう方はぜひ、あの、詳細の欄の方にもありますし、カードの方でも多分できると思いますので、えー、メール、マガジンの登録もよろしくお願いします。では今日も最後までご視聴ありがとうございました。